種ガチャのラインナップが更新されていますよ。こちらですね。雑誌別召喚がまた再開するようです。こちらですね。あと今回は戦士に特化したものですね、追加されるようです。これはランダムでいいのかな、ですね。一人をランダムで獲得できるガチャですね。こちらステップアップ形式と、あと優勝240ですね。では前回からの続きをやっていきましょう。まだこちら解放してませんでしたね。試練クエストです。まずはこちら触りだけやっていきましょう。用意はいい？じゃあ行くね。楽しく俺と遊んでもらおうか。あなたは私の手のひらの上。ここは新キャラクターの登場ですね。敵の体力は15万前後です。では、まあ、触りだけやっていきましょう。覚醒はいいね。気分がいい。大丈夫？怪我したら大変。支援は任せてよ。スピードアップですね。早く終わらせたいんだよ。初回からもチャージアップしてくるんですね。私の手のひらの上。回復だけですか。あ、ダメージの通りいいですね。こんな感じです。遅い。やめてよ。あー、結構ダメージ大きいですね。注意ですね。ガードをやっていきます。マスタント。ロマンチックだし、許してあげる。ほらほら、こっち行くぜ。おっと、危ない。油断大敵だよ。私の罠が発動するときね。結構スタンゲージが上がりやすい感じですね。だわね。やってくれな。よし、どうかな。ほらほら、やるじゃん。もう3戦ですね。うっかりしたり、これやばいやつ。せっかくなんでカルダモンの新しいとっておきを使ってみましょう。行きましょう。こっちからですね、行きましょう。一緒にやろうよ。せーの。この世界は綺麗事だけじゃ回らない。暗い。だから私は真実を見て正しさを追い求める。なんかリンボーダンスみたいな。調停者としてシャキーン。ダメージ通りやすいですね。これでそんなに身構えていかなくても良さそうですね。遅い。どうね、ハイプリス様のためなら何だってするわ。ロマンチックだし、せな感じです。簡単に枯れちゃね。身も各種こんな感じに落ちますよ。でクリアすると発掘クエストがこんな感じに追加されますよ。でこの入場する時の鍵はですね、夜こそ取引どれにする。持っていない人はここからでも獲得ができますよ。クエストキーのこの木のやつですね。ここも触りだけやってみよう。ヒーローは遅れてやってくるのよ。うわ、強そう。敵の体力は5万ぐらいですね。ただ低いけど何かしら仕掛けがあるのかな。でこの背景はですね、ネオベネチア風になっているんですが、ゴンドラはあれど、ウンディーネはいませんよ。では行きましょう。まずはこいつから狙っていきましょうね。全部に当てるよ。一発スタンですね。よし、こいつ狙っちゃいましょう。私の力見せてあげる。ここから先は通行止めよ。開け。よしね。私は夢食いメリーよ。これ自身で混乱がかかるような感じになってるんですね。キュイーン。うん。死んだ。あ、スタント取られますね。でさっきからこれ陽属性と月属性でやってるんですけど、ちょっと相性悪いですね。ちょっと注意ですね。異世界だろうが私のやることは変わらないわ。これメリーさんのスキル一発でしたね。こういう感じです。まだまだ行くよ。これも構成次第ですね。ほら、いたった。ここは相性もあるんですね。
てな感じです。よし、万事解決。でこれオートで回すとなんか微妙にやられちゃうんですよね。てな感じでクリアできます。で前回紹介した本田玉城ちゃんみたいな魔法使いの身を集めるときはですね、この2部の2章の29節ですね、ここなんかが結構効率いいですね。あと3章の19節、これですね、今スタハンが入ってるんでちょうどいいですね。で新しく追加された4章ですね、こちらもスタハンが入れば効率がいいところですね。24節ですね、こちらも魔法の実が落ちますね。戦士を育てたい場合は、まあ、力とかあの辺ですよね、防御系を集めていくのがありだと思いますね。